はい。テザー放送、鉄道です。皆さんどうも、お疲れ様です。えー、本日ですね、えー、この間やったタンクローリー、給料事情、えー、続編、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、2回で終わりなんですけど、2回目やります。はい。まあ、あの、別にやらなくてもいいんですけど、なんかあの、1回やって半分残しておくのがちょっとですね、あの、こう、やっぱり A 型の僕としては、あの、すっきりしないので、 はいえー、と,とりあえず全部話して終わりにしたいと思います。 えー、タンクローリーの給料事情の、えー、と給料の相場ですね、えーまあ、一応2020年版としてお聞きください。はいえー、前回ですね、えーと、ケミカル系の給料、あとあのライフライン系、これガソリンとか LP ですね、はいえー、あと食品系、これはあの小麦粉とかの油とか、えー、食用油ですかね、はいえー、そういう感じのローリーの、えー、給料の大体のざっくりとした平均値をお話ししました。えーまあ、中にはやっっっぱりもっと稼いいでるよっていう あ,るあの人いいると思いますそしてもっともらえるよっていう会社もあると思いますし逆に、えー、そんなにもらえないよっていう人もいると思いますがまあ大体ざっくりと平均景品地区でこのぐらいですよというお話をさせていただきましたはい今日はえと続きをやりたいと思います <laughs>、えー あと残っているのはですね、あのまあ、仮にこのカテゴリーはあの僕が勝手にカテゴライズしただけで、はっきり決まっているわけではありません。えー、なので、えーと、一応現場系、そしてあとはあの工場系、えー、その2つのサンクローリーの、えー、給料の相場、えー、2020年版をお話ししたいなと思います。えー、まず現場系からいきましょうか、えー。現場系と一応カテゴライズするのはですね、まあ、あのメインはバラセメントですね。はいえー、バラセメントっていうのはあのセメントです。はいあの 普通に皆さんがあのご存知のあのセメント、えー、セメントを積んで、えー、まああのミキサーの えーとプラントに、えー、と運ぶ仕事が半分、えー、それとですねあの現場大きい現場はですね現場の中にあのサイロがもうそもそも立ってますので、えー、現場の中に搬入するっていうあの仕事それが半分あります、えーまあ、あの会社によってはですねあのうちはもう現場搬入しかないからっていう会社もあればあのうちはもう工場だけみたいな、あのー、そういう仕事しかあのうちは請け負わないからっていう会社さんもあるので、えーとまあ、あのその会社会社によって違うと思います、まあ、あの基本的には ですね、大きな、えー、例えばこれ名前出しても問題ないかなと思うんですけどあの徳山とかあの住友とかですねあとここら辺で言うとあの DC とかあとは上三菱とかですねあのそういう生コンのプランごめんなさい、えー、とセメントのプラントありますねそこから積んであのまあなんとか生コンさんとかまああの 個人の、えっ、ー、と、まあ、例えば、あの、鉄王生コンであったり、あの、あの、低山生コンであったりとかですね。はい、そういうところを、えー、まあ、プラントに運ぶ仕事。そして、まあ、あの、でっかい現場さんに運ぶ仕事。はい、そういうバラセメントローリーの仕事ですね。えー、大体これですね、あの、会社によってですね、働き方は結構バラバラで、あの、給料も結構、あの、幅があるんですけれども、大体、えっ、ー、と、30前後、えー、と思っていいと思います。えー、まあ、あの、何度も言いますけれども、えっ、ー、と、これ、あの、 額のお話ですね、はいえー。バラセメントローリーは30前後ぐらい、まああのー、長時間労働ブラック労働の,あのバラセメントローリーの会社もたくさんあります、えー、そういうところではだい大体あの35ぐらい、えー、取れるところもありますし、えーとまあ、40ぐらい取れる会社さんもありますあでも、あのー、完全にこれはブラック労働になります、まあ、あとはですね、あのー、夜中走って、えーとー その日の、えー、と夕方まで、えーまあ、それで、まあ、5回なり、6回なり、7回なりみたいな、えー、そういうあのもう何回も何回も走る会社さんで、まあ、あの総額で40、まあ最近はないとは思いますけれども、まあ大体平均値で、えー、と30から35ぐらいの総額の支給だと思っていいと思います。もっと安い会社さんもたくさんあります。これはあの会社による仕事の内容による、あとは走る回数によるっていうのもあります。そしてですね、あのセメントの場合はですね、何時下請けかっていうのが重要な なってきますあの。セメントっていうのはも、えー、ともとそもそもバラセメントっていうのはもともと単価が安いものです。あのトンああこれちょっとトーンあたりの単価言っちゃうと怒られちゃうかな。あのー そうですね、えー、とトンあたり、あのー、コンビニでバイトする時給ぐらいの,あの料金なんですよ、トンあたり。えー、ということは、ですね、まあ、例えば仮にですよ、えー、10トン車で、えー、と10トン積んだとします、はいえー、仮に10トン車にず10トン積んで運んだとすると、トンあたり、えー、とコンビニの時給ぐらいなので、えーとまあ、大体1回運んで、えー、とそのぐらいの売り上げになるということなので、あのー、そんなに売り上げ上がらないんですよね。はいえー、なのであの必然的に給料 給料も安くなりますよと。そして最近働き方改革でそんなに長時間労働はできないのであの給料はそんなにもらえないまあ大体30前後ぐらいだと思っていいんじゃないかなと思いますね、えー、現場系で、えー、くくってるのはですね僕はあとアスファルトと灰、えー、ありますね、えー、アスファルトの場合はですね夜勤の仕事があったりとか、えーとまあ、あの何交代2交代3交代みたいな仕事、えー、の会社結構たくさんありますやっぱあのアスファルトの場合はですね、えー、とプラントといってもあの道路工事のプラント 例えば低山道路とかですねあの鉄道道路みたいなそういうあの道路工事のアスファルトのでっかいプラントにあのアスファルトを納品するという仕事になったり、まあ、あの実際に現場に,現場に持って行って、えー、とアスファルトを納品するみたいな形になるので大体、えーいいえー、給料は、えー、と35万前後ぐらいだと思われます。 えーとその夜間手当含め、はい、総額35、うん、40まではいかないと思いますね。はいえーまあ、道路工事っていうのは、わりかしあの皆さんご存知の通り、道路工事の多い時期ありますね、はいえー、と国はですね。 えとそんな繁忙期、閑散期ありませんよとあの、べったりにちゃんと鳴らして、えー、とやってますよと言ってますが、われわれの肌感覚としては、道路工事、やっぱりこの時期多いねみたいな時期あると思います、えー。そういう時期はやっぱりアスファルトの仕事結構あの忙しい繁忙期になりますので、そういう時は給料がどんとどん上がりますし、閑散、まあ、期は、えー、と下がりますと、はい、それは何、まあ言うんですかね、えーと、その世の中の流れを見れば、えー、なんとなく分かると思いますね。だいたい35前後 だと灰っていうのは、まあ、いろんな灰がありますあのフライヤーシュであったりあのカーボンブラックであったりあとは、えー、とガラス灰みたいなそういう灰もありますかね、あのーまあ、いろんな灰があっていろんな工場で取っていろんな工場に持っていくこれ結構ざっくりした言い方になって申し訳ないんですけど、えーと このハイはですね、あの安い会社から高い会社まで、あの完全にきっちりホワイトでやってる会社は、あの福利厚生がしっかりしてますけれども、あの給料はそんなに高くないです。ただ、えー、ブラックでもうあの仕事をあるだけやるっていう会社は、あのスーパーブラックだけど、あのお金で返すよっていう会社さんもいまだに結構たくさんありますので、えーと、これは申し訳ないんですけど、幅広く30から50、えー、もしかしたら60みたいな、えー、とそんな幅になりますね。こののっていうのはなかなかか 募集しません、えー、とアッシュのタンクローリーっていうのは、えー、とほぼ募集は見かけたことないと皆さん思われます。えー、なのであのもうブラックロートでも何でもいいから。 お金が欲しいいんだよっていう会社はです、ね、あの人はでですすねね人ちょっとあの情報収集をまめにしてですね、えーまあ、あの肺,肺を運んでいる会社に、えー、と給料欲しいんだよと僕はいくらでも働くよっていうことであのい行ってみる面接してみる、はい、そういうのもいいのかもしれませんね、えーとまあ、何にせよあのお金が欲しい人はあのアッシュ肺のタンクローリーを、えー、ちょっと探してみる情報収集してみるっていうのがいいのかなと、はい、このように思います。 えちょっと現場系長く時間使っちゃいましたね次工場系いきましょう、えー、工場系と,、えー、と僕がカテゴライズするのは、えー、と産業ガスのことです、はいえー、ざっくり言うと、はい、産業ガスっていうのは、えー、炭酸ガス、えー、とかあのー酸素ガスとか、えー、アルゴンガスとか窒素ガスとかああいうまあ産業ガスですね、まあ、あの炭酸ガスとかは僕やってたことあります だいたいまあ工場とかあのそうですね鉄工所とかも行きますねあの炭酸ガスは結構あの溶接に使ったりしますのでねあとあの炭酸、えー、と皆さんご存知のあのビールとかジュースとかに入っている炭酸ですねなので飲料メーカーに持っていくみたいなそういう仕事ありますねあと酸素なんかはですね、えー、と病院とかはいそういうところに持って行ったりしますそしてあとはですねまあ酸素も窒素も、えー、と炭酸もアルゴンももうあの大体ガスの充填所に持っていくっていうのが仕事の 大半になりますね、はいえー、そしてまあ給料はいくらかっていうので、えーとまあ、ざっくり言いますと大体30から40、えー、ぐらいの、えー、総支給になると思われますこれもやっぱり閑散期安保期と閑散期結構ありますし、えーとまあ、そんなに給料安くないので、えー、と安い会社でも大体30は、えー、とほぼほぼ間違いなく出ると思います、えー、高い会社で、えー、と40から45ぐらい出る会社もあると思うんですが、えー、ここでは大体なんとなくざっくりの平均値を申し上げるということなので でえー、30から40、えー、そうですね、35前後、うん、という言い方してもいいかなと思いますね。えー、と僕、炭酸やってた頃はですね、繁忙期は、えー、と結構45万ぐらいの総支給、えー、いただいてました、えー。50近くまで行った時もありましたね。それはちょっとあの、えー、長距離があったり、 工場がトラブルがあって閉鎖になってあのちょっと三重の工場まで取りに行ったりもしくはあの充填しに行ったりっていう仕事が出たので、えー、と結構あの長距離っていうか中距離っていうかそういう微妙な距離を結構1週間のうちに2回も3回も行くみたいな、はい、そういう仕事が結構あった時は50万弱ぐらいはあの炭酸ガスで行ったことあります、えー、まあ大体平均すると,、えー、と35から40、えー、ぐらいかなとでまあ,あのすごく楽な会社で安い会社でも30切ることはないとはいこのよう 僕は思っておりますね、はい大体、えー、この景品地区、はいえーとまあ、川崎から、えー、東京、千葉あたりのこの京品地区ですね、それの大体、えーまあ、いいざっくりとした平均はそのぐらいじゃないかなと,、はいえー、と思っておりますね、はいえーと。以上ですね、これで、あのー、前2回、えー、タンクローリーの、えー、2020年給料の、えー、相場、えー、お話ししました。えーまあ、前回、ケミカル、えー、ライフライン、えー、食品系、そして今回、ですね、現場系と工場系、はい、やりました。えーと他 にもままあああタンクローリーあるっちゃありますあの話してない食品系でいうとあの牛乳とかチョコレートとかもありますしあとは、まあ、ライフライン系でも、まあ、も,っともうちょっといろいろあると思いますしあの、まあえー、ケミカル系現場系工場系でもあのもうちょっともっとあの資料肥料みたいなのそういうタンクローリーとかですねいろいろタンクローリーはあるんですけども大体あの一般募集しているようなあのこのタンクローリーの、えー、景品地区の給料の相場、えー、とざっくり お話ししました、えー。皆さんの就職活動の一助になればえっ、ー、と幸いでございますね。はい。えー、またわからないことがあればコメントでいただければえっ、ー、とわかることに関してはお答えします。はい。えー、以上定山放送てつでした。どうもありがとうございます。ごきげんよう。